挨拶訓練、それから経営理念の昭和、そして最後は、一発締めをして、よっしゃーと手を挙げて、そのまま全員とハイタッチしてスタートします。へー。挨拶訓練の中にもイというはあプロのねアナウンサーの方なのでなんで笑うんですか。いや、素敵な笑顔にイの発音で骨格が上がって笑顔になるっていうのをやってまして、ワイキキっていう言葉とキンキキッズっていうそれからカムカムワニカムっていうこの3つを最後に全員で言って笑顔の確認をしてからハイタッチをして、そして1日が始まります。そして9時になると一番風呂をめがけてくるお客様が並んでます、で5分間その一番風呂のお客様を全員でお迎えをして、そして1日がスタートします。いらっしゃいませって言わないんですって。なんていうんですか、我が社はいらっしゃいませは禁句でございました。帰れですか何しに来たの3年前からいらっしゃいませは廃止しておりまして、いらっしゃい魔法それも面白い。あ、それいいかも。グッジョーグッジョーセカンドシーズン突入、これからもよろしくお願いします。ホストはおなじみ株式会社リンクステーションの大島社長、そして私神明人がお送りいたします。ゲストは大鰐町のワニカムを拠点に大鰐津軽青森を PR し地域の元気につなげているプロジェクト大鰐事業協同組合の相馬康則副理事長です。組合としてじゃあ、ビジネスとしてやっていこう。そうです、はい、どうでしたその時の目標とか、まあ収益っていうのは初めからうまくいくものとは、金融機関も町民も含めてほとんどの方があいつらは絶対失敗すると、財産放棄して町からいなくならなきゃいけない状況に追い込まれるよっていうのがほとんどの方の、累積というか、その前の 2カ年で約5500万ぐらいの赤字だったので、まあ、単年度で3000万弱ぐらいの赤字経営だったんですけれども、それを黒字化するっていうことは前年対比約 130% クリアしないといけなかったんですよ。でも専門家の先生ですら 90% できてる施設はせいぜいお前らが頑張っても 12% ぐらい改善して前年 102% ぐらいだと。だから1年目では絶対黒字化無理だし、2年目でトントン、3年目でやっと黒字だよというのが専門家の先生の分析でしたけども、冗談じゃないと、我々は人生かけてやると、1年目で黒字にしてやるということで、もう本当に寝ずに頑張りました。単年で3000万って赤字こいでるのが黒字になるってすごいですね。面白くなってきましたね、話がねそっちは興味そこは大好物な。売上はどのぐらいなんですか。売上は、前年対比おかげさまで 138% いきました、その年初年度、はい、何がどう変わったんですかね。まずは社員教育、どういうのホスピタリティホスピタリティ教育、それから朝礼、それからあの営業ですね。あのイメージとしてはスーパー銭湯の建物イメージなんですけれども、銭湯、はい、私たちは広くて大きい銭湯で、すごい大きなスーパー銭湯をイメージしてもらえばいいんですけども、我々はスーパー銭湯としてあの指定管理受けたわけではなくて、まちづくりの拠点としてイメージ最初からしてました、なので農家の皆さんとまずは契約をして産直の会を立ち上げて、農家の皆さんの副収入をアップさせようと、皆さんが作ってる野菜や果物の今まで通り A 品は農協さんとか市場に納品してくださいと、今まで隣近所に配ってたり自分たちが食べてたり捨ててたりしていた B 品 C 品、要は曲がったり大きすぎたり小さすぎたりしてた野菜果物を私たちはお金にしていきますと、農家の皆さんが元気になることによって町の商店街も元気になるじゃないですか、
立ち上げた2ヶ月後から首都圏の百貨店、アンテナショップ、レストランにどんどんその野菜が出荷されるようになりました、うんうん、そして秋になるとワニカムの産直で稼いだお金で孫に軽自動車買ってあげたというおばちゃんが出たんですね。でそういう話が参加してくれなかった農家の皆さんに口コミでこう広がって、うんうん、2年目黙ってても20件増えました、うんうんうん、3年目もまた20件ぐらい増えました。今もう100件ぐらいなりました。目標の100件に。それ東京で営業するのって全然こうそういう なんですか、ネットワークもないですよね。どういう感じで営業されたんですか。もともとほら私の家業である酒屋の地酒屋ビールの営業で東京の方に行ってましたし、はい、そのお得意先さん、うん、飲食店さん、ええ、ホテルとか、うん、レストランとか、一流料亭さんとか、そういうところに料亭割烹に野菜や果物をも買ってちょうだいと、うんうん、なんか普通に考えればそういうこう B 品っていうんですか、はい、そういうのはもうネットで売るのが普通かなって考えがちですけど、はいはい、そういうやり方するのすごいですね、はい、あの決して安売りをするんではなくて、うん、あのやっぱり価値の分かる板前さんであるとか、うんうん、百貨店のバイヤーさんの中でも曲がってもいいんだっていうバイヤーさんもいらっしゃるわけですよ、うんうん、まあ、見た目じゃないですけどね、味ですからね、はい、物がしっかりしていれば、うん、顔の見える野菜であればいいんだと、うんうん、でもそれはそもそも相馬さん個人のその家業がこれまで築いてきた信頼関係やルートがあったわけですよね、うんうん、今これを見ている他の地域の人ってそれはずるい、相馬さんがいたからじゃないか。いやいや、そんなことないです。うちもそれないもん。いや、なんか全部自分で私がやってるようにこう話し合いましたけども、そんなことはなくて、本当に皆さん仲間のいろんなご縁をつなげていって、うんうん、みんなの力でこうなってますので、うん、はい。もちろんみんなも売るつもりでいるんですよね、相馬さんだけじゃなくって、はいはい、町のおばあちゃんとか子供たちも気持ちよね、うん、はい、キッズは毎年自分たちが作った野菜を自分たちでプライスつけて、自分たちでパッケージして自分たちで自分の名刺を作って、そして秋に東京に営業に行くんですよ。販売体験学習と、そして東京のすごいあの著名人の方たちとパーティー開くんです、うん、子どもたちがあの大人と名刺交換するんですか、大和に小学校の。そうなんです。そこにも実は深いわけがありまして、子どもたちは地元にいるとあのいろんな大人の人たちから、大和には借金でダメな町だから、お前たちは大きくなったら早く東京行って、うん、あの大学行って就職しろっていうことをみんな言うわけですよ、うんうん、でなくて、うん、本当は大和はすごいいい町で、うんうん、これからどんどんさらに良くなるよっていう発信をどっかでしていかないと、子どもたちはダメな大和を背負って東京に行っちゃうわけじゃないですか、うんうんうん、じゃないことをですね、誰かがどこかで発信をするっていうことに気づきまして、実はそのパーティーをするときに東京の著名人の方たちにお願いしているのは、大ワニのポジティブな話だけしてほしいと、大ワニを褒める話を子どもたちの前でしてほしいと。なるほど、へ、いうことをですね、前もってお話、いい意味で の、 あの根回しをしておいて、そして子どもたちがその大人の方たちと名刺交換をしながら夕食会をして、もう一丁前にあの対等に会話するんですおわによろしくお願いしますって、うん、そうすると大人の方たちが、おわにって本当にすごいよねって、日本一のもやしもあるし、スキー場もすごいし、温泉は素晴らしいし、うん、リンゴは日本一うまいしって、うん、本当にあなたたちはいいところで生まれ育ったよねっていう話を
します。これからオアニオン専門屋市はもっともっとすごくなるよっていう話をします。テレビで根回しのこと喋ったらまずい。まずいね。嘘言ってるわけじゃないもんね。嘘を言ってるわけじゃないよね。いい意味でってちゃんと言いますからね。そう聞いてて根回しだったのよ。いい子は寝ている時間ですから。で、子供たちはその東京の素晴らしい大人の方たちの、例えばポルシェの社長とか、フードジャーナリストの世界的な有名な先生の名刺とか、そういう方たちの名刺をいっぱい持って家に帰るわけですよ。そしてお父さんお母さんたちにこういう人たちとパーティーやってきたよって見せながら、この人たちは大アニってすごい街だって言ってるよって、お父さんたち間違ってねえがと、今までお父さんお母さん借金の町だからおめでたち大きくなったら早く特許下げって言ってたの、なんか違うみたいだよっていう話をするんですよ。でお父さんお母さんやいろんな大人の人たちは子供たちから気づきをいただくんです。しまったと思うんですよ。学びますもんね。今まで恥ずかしいことを話してきたなと、子供たちの前でオアニをもっと褒めて子どもたちを育てないとダメなんだなっていう、子どもたちが気づきを与えるっていうことを、すごいな。その子どもからの発信力っていうのは私も期待してるところで、だからあの小学生のうちからやった方がいいと思うんですよ。これ高校生とかは結構やってますけども、じゃなくて小学生からやるっていうところに意味があると思うんですよ。だからこれあの別に我々の特許じゃないので、青森県のいろんな市町村でどんどん飛び火していろんなところでやっていただければいいなと思ってます。そうすることによって大アニだけじゃなくて青森県全体が元気になるじゃないですか。20年後30年後その子たちが背負っていくんだ。人生君でも、あのモットーでも、はい、何でも結構です。いつも皆さんにおっしゃってることでも。This program was brought to you by Link Station Tomit. やっぱり最初はボランティアですよね。で、ボランティアって時々息も切れるし、何かがないと続けられないし、でお金としての収益がないと、普通の人はそうだよね。で、そこでみんな迷ったり立ち止まったり、してるんですよね。ですね。どういうアドバイスをされてるんですか？あの諦めずにブレずにやり続けるということをいろんな町で訴えてます。あとはやっぱりそのね、あの仲間作りですよね。一人じゃ無理ですと、でもちょっと切れた3人がいればできますと。もう順調じゃないよ。3人ですか。変な3人が集まればその3人でブレずに頑張れば街づくりはできますよっていう話をよくさせていただきます。